ベータカムはソニーが開発したアナログコンポーネント記録のカセット式 VTR。かつて放送用、業務用における撮影において、世界中で事実上の標準方式となっていた。ベータマックスと同規格のテープを3から6倍の速度で使うことで、記録密度を下げ見かけ上の次回強度を上げて、高周波記録を実現している。通称、ベーカム。それまで、 イングリッシュ取材に用いる機材は、ビデオカメラ部と、有機核などの VTR 部が別々になっていて、カメラを担いだカメラマンの後には、ケーブルで繋がれた VTR を持つビデオエンジニアが、ついて回るという二人一組、もしくは、カメラマン一人が両方を担ぐという機動性に欠ける、取材を強いられていた。1982年にベータカム方式のカメラ一体型 VTR。 BVW-1 が登場。ビデオカメラと VTR が動体化され、ケーブルから解放されたカメラマンの機動力は飛躍的に向上することとなった。また、有機核のカラー定域変換方式に対し、コンポーネント式の y c 別デュアルトラックを用いたダイレクト記録を採用して、より高画質化することができた。この成功を受けて、自社で VTR 製品を持たない。 カメラメーカーの数社がソニーとの提携によりベイタカムの録画機と一体型にできるカメラを発売しソニー以外のカメラを好む現場に対しても本フォーマットは浸透していった同時期に松下電気産業が M ビジョンと呼ばれる VHS テープへコンポーネント記録を行うフォーマットを開発したが振るわなかった1986年にはベイタカム SP に追随し メタルテープ化したフォーマット、ミー方式を投入したものの、再生互換性を確保したベータカムグループが引き続き圧倒的なシェアを維持したことは、民生用ビデオ企画ベータマックスの敗退と対照的である。テープはベータマックスと同じ維持、2インチ幅のテープを使うが、走行スピードが異なるためにバックコーティングや、自生体などのテープ材質が若干異なる。 1983年には編集機能付きのレコーダー BVW-40 が発売され、収録から、これらは、キー局クラスでは、報道部門で用いられ、取材先から持ち帰ったテープを、編集機で手早く編集し、ニュースサブからニュース素材として生喪失するなどの用途に、重宝された。日本では、番組や CM の喪失には、 D2VTR が標準として用いられていたが、ケーブルテレビ局の番組創出用や、コスト重視の欧米の放送局では、番組や CM 創出用としても広く用いられた。カセット方式であることを生かして、カートシステムが、アサカなど数社から提供され、CM 編集や番組創出用として使用されたほか、ソニー自身も、D2 用のカートである、LMS のローコスト版として、 ベータカートを発売、主に創出用として供給していた。1990年代後半には、松下電機が中小プロダクションや企業向けに価格を大幅に落とした、ミープロマインドシリーズを発売したのに対抗し、2000プロシリーズを発売。放送用の BVW シリーズに対して、オキサイドテープの録画機能を配するなど機能を絞り、 アフム音声に CH や TBC のビット数などが使用上省かれたことによって低コストでのベイタカム導入が可能となりアナログコンポーネント VTR の裾野を大きく広めたさらに低廉な価格で文教・医療分野用も意識して投入された部シリーズではアフム音声に CH に加えビッツが省略されているベイタカム SP で導入されたラージカセットガーに オリジナルのベイタカムへも引き継がれ、カセットサイズは SP 同様、スモールカセットとラージカセットの2種類存在する。放送、業務用として非常に普及し、膨大な撮影素材が存在することから、後継のデジタル記録。ベイタカムでは、一般的なコンポジット映像信号のほか独自の、コンポーネント信号を用いるインターフェースや、CTDM 信号を用いるインターフェースを用いる。 BNC コネクタを3つまたは12ピンコネクタを用いて接続する。セチュープレイ%、編集セチュープ7.5%、編集、BVW シリーズのカメラ部はカッコない記載のカメラと同等性能であるが、リニアマトリックス回路非搭載であるので、表現力はやや劣る。ありがとうございます。